雨子再興をかけ合算戸田城を攻めた山中鹿之助は毛利の反撃に敗れ他の雨子将と共に捕らわれの身となっていた。幽閉されること数年、鹿之助は幾度となく毛利元就から降伏するよう諭されたが頑なに拒絶を続ける。雨子再興に執着する鹿之助の心は折れることなく虎視眈々と脱出の機会を伺っていたのである。小高城脱出。その目いまだくじけておらぬようだな。いい加減雨子再興などという絵空事は忘れたらどうだ。今毛利に下れば囚われている他の雨子将ともども興禄で召し抱えてやってもよいのだぞ。また来たのか、懲りないじいさんだ。いいか、何度聞こうが俺の答えは変わらない。いつか必ずあんたたちを倒して俺は雨子を再興する。そうやって見くびってろ、いつか必ず寝首をかいてやる。哀れな鹿がよう泣きおるわ。だが夢夢忘れるな。お主はわしに生かされておるということを。わしも年を食っていささか気が短こうなっての。あとどれだけ待てるやらな。くそ、いつまでもこうしちゃいられないな。そろそろあれを実行に移す頃合いか。見てろよじいさん、俺をなめた報いはしっかり受けてもらうぞ。よし、俺の出番だな。父上、また鹿のもとへ。いい加減奴を生かし続けるのはやめたらどうです。あの工場バカを降伏させ手駒にしようなど。父上は奴の執念を甘く見積もりすぎています。違いねえな。ありゃとても俺たちに飼いならせる玉じゃねえよ。そう案じずともよい。鹿のしつけはわしの道楽よ。だがそろそろやり方を変えねばならぬかの。殿、一大事にござりまする。山中鹿之助が屋敷より脱走を図った模様。何でも体調不良を偽り川屋へ向かい、そこに隠していた獲物を手に逃走を図ったとか。な、鹿が。ああ、もう行ったそばからこれだ。へえ、鹿の割には機転の利いたやり口じゃねえの。みな、奴を逃がしてはならぬ。総力を挙げ必ずや捕らえてみせよ。心を折れぬというのならまずは手足を折らねばな。それもダメならその時は。
獲物も取り戻したし、よし、準備完了だ。一刻も早く毛利の屋敷を抜け出すぞ。檻から鹿が逃げ出したか。いいな、奴を野に放ってはならぬぞ。黙れろ。おい貴様、ここで何をしている。早速見つかった。さっさと倒して出口を探そう。平門狙い通り参った。みんな襖を閉めよう。くそ、閉じ込められたか。奴らを倒して脱出しよう。俺から逃げられると思ったか。ここは引こうか、アルマイ。開門。ここからは出られないみたいだな。他の脱出口を探さないと。鹿の捕獲は未だならずか。好き放題やがるって。まだ倒し足りない。鹿之助が策を実行に移したようだ。これも続かねばな。では雨子の逃がすか。今すぐ引っ捕らえろ。みんなも脱出を始めたみたいだ。俺も手助けに行かないと。黙れろ。黙れろ。参るか、身の程知らずめ。終わらせる。まだ倒し足りない。敵、黙れろ。敵将、やってやったぞ。聞かせていただこう。なんと見事な。かたしかない。これよりは共に参ろうぞ。みんなで生きてここを抜けよう。よし、やるぞ。黙れろ。開門。中庭の防備は特に厚い。正面突破は困難だろう。倒し足りない。中庭は守りが固そうだ。突っ込むのは得策じゃないな。開門。
倒し足りない。見つけたぞ、山中鹿之助。やつを捕らえる。中庭の兵をこちらによこせ。加勢を呼ばれたか。ちょうどいい。この機会に敵の戦力を削っておこう。敵将、やってやったぞ。かなう相手ではなかったか。少しは動きやすくなったかな。開門。北方に敵の気配を感じる。倒しとかないと脱出の邪魔になるかもな。高子、後の指揮はお主に託そう。わしは一度引く。わかりました、父上。この高影に万事お任せください。観念せよ、おとなしく捕まるのだ。どうには戻りとうない。大変だ、仲間が連れ戻されそうに。急いで助けよう。俺から逃げられると思ったか。ここは引こうか、あるまい。我らはこの時を待っていた。共に行こうぞ、鹿之助。ほっ、狙い通り中庭の敵数が減ったな。これなら突破もわけないかも。無意味な抵抗はやめなよ。私が檻へと送り返してやる。解き放つ。よし、やったな。私の手柄となれ。くらえ。終わらせる。道を開けろ、坊ちゃん。お前に俺は止められない。つくづく面倒なことになったな。早く葬っておけばよかったものを。終わらせる。まだ倒し足りない。俺から逃げられると思ったか。意地は見せたわ。もうよかろう。お見事にござった。終わらせる。これ式で終わると思うなよ。敵将、やってやったぞ。覚悟はいいか。よし、今のうちに中庭を突破するぞ。開門。
来たか。弓兵よ、やつを穴ぼこだらけにしちまいな。天下無双か。嬉しいもんだな。すごい矢の雨だ。俺は諦めない。とにかく敵を倒して回廊を抜ける。捕まれろ。さて、次の手はどうするかな。おい、仲間が助けを求めてるのか。待ってろ、今向かうからな。貴様、おとなしく縄目にかからぬか。鹿之助と共にこの地を抜けるまでは決して屈しはせぬ。仲間を連れて行かれてたまるか。今助けるぞ。やってやる、やってやる。お前の勇気にわしらは奮い立たされた。感謝しておるぞ。俺から逃げられると思ったか。ここは引こうか、あるまい。倒し足りない。まあ大変だ。このままじゃ疲れちまう。黙れろ。今西の方から声が聞こえたような。黙れろ。こうも簡単に引っかかるとはな。山中鹿之助、貴様はここで終わりだ。偽物だと。おい、やつらめ、どこまで卑怯なんだ。勝利のため出してください。終わらせる。俺から逃げられると思ったか。来るはなんだか。おお、助かったぞ。私も共に戦わせてくれ。開門。出口まではきっとあと少しだ。さあ行くぞ。今は引きます。ですが次こそは必ず。どれだ。囚われていた雨子の将は全て揃った。これも鹿之助の助立ちあってこそだ。いや、みんなの勇気あってこそだろ。あとはここを無事に抜けるだけ。
やすと逃がすものか。私たちもオリオ甘く見るなよ。終わらせる。敵もなりふり構わずやってきたか。みんなここが踏ん張りどころだ。目障りなんだよ。お前もアマゴも毛利の繁栄のため一刻も早く消えてくれ。終わらせる。てめえ、俺の本気を食らいたいようだな。決まった。どうだ。私だってあなたを倒せるんですからね。愚かな雨ごめ、登録兵で挟み撃て。クソ、攻撃か。背後からの攻撃にも注意しないと。ここまで鹿之助に助けられたのだ。今こそ我らも鹿之助を支えねばな。しかり私たちの結束の強さを毛利の将来に知らしめましょうぞ。やってやったぞ。ここは引こうか。あるまい、なんと素晴らしき戦果よ。父上、力は及ばず申し訳ありません。開門。ここから抜けて。甘いよ。逃がしはせぬよ、鹿よ。出たな、じいさん。いい機会だ。ここであんたを倒して卵最高を早めてやるよ。勝利条件変更。終わらせる。バカな、遅れを取るだと。終わらせる。まずい、急いで仲間を助けないと。こう、領袖を全て解き放つとはな。しかも、やりよるは物分かりの悪い仕組みが。うちに秘めしきば、わし自ら砕いてくれるわ。お主がどれほど奔走しようと、もはや雨子は起こせない。黙れ。そんなざれ言信じるものか。毛利を倒して必ず雨子を再興する。このようなところでやられるわけには。終わらせる。決まった。天下無双か。嬉しいもんだな。つくづく強情な鹿よの。だがこれで一つ明らかになった。お主の執念は正しく猛威の脅威たりえ。次こそ必ずや勝ってみせよ。
取り逃したか。まあいい、今はここを抜けるのが先だ。ご無事ですか、父上。鹿は。すまぬな、一枚上を行かれてしまったわ。鷹影よ、やはりお主の申す通りであった。奴の執念、ちと見くびっておったようだ。あのままのさばらせてはいずれ猛威の脅威となろう。父上、奴との戯れもどうやらここまでのようだ。次まみえし暁には必ずや首を刈らねばならぬな。待っておれよ、山中鹿之助。